というわけで、どうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もステラーブレイド続きからやっていきたいと思います。で、いよいよボスかなと、アルファネイティブ前回倒したのかと思ったら、アルファネイティブじゃなかったということで、ただの強いモブみたいなボスを倒しました。いや、ほんと強かったんですけどね。で、今日やっていくのが、アルファネイティブということで、まあね、なかなか激しい格好をしてまいります。ちゃんと動ける格好をね、していかないとボスに対して失礼なんで、まあこういう格好をさせていただきました。で、これまあ調べていきましょうか。何に背中倒してるのこれ。機械の体というか、固まっちゃったのかなこの感じで。あ、ここで体力伸びるのはでかい。このタイミングがでかい。ボス戦でしょだって。オッケーオッケー。でね、ちょっと私ステラブレード見ててわからないとは思うんですが、やるの久しぶりでして、しばらくドラゴンズドグマばっかりやってたんでね、操作が、ムービー勝手に入っちゃった。勝手に入っちゃった。どうなるかという感じです。まあ、ちょっとね、1回2回負けるのは覚悟していきたいと思いますんでね。回避ボタンとかガードボタンがいまいち忘れちゃったよ。ちょっとね、防御。これ回避だな。オッケーオッケー。で、これが、あ、そうだね。必殺技の方だな。で、これで、よし。で、これで、はいはい。で、オッケーオッケー。わかりました。よしよし。大体大丈夫だと思う。大体大丈夫だと思う。で、これ回収ね。上級ポリマー材料。これ、ヒーローボタンもね、ちょっとずつ忘れてるわ。やばい。お見苦しいものをお見せするかもしれない。これから、キコーラはおぞましいものを見るだろう。何かぶら下がってるぞ。アルファネイティブか？まだ生きてるぞ。は？人間？どうするイブ？早く助け出さないと。待って、滝じゃん。滝だよな。今。何の音だ？まさか。そうだよね、滝だよね。どうして、なぜあなたがここに？え、嘘、アルファ信号が増大してる。あいつがアルファネイティブだ。え？マジか。ていうか、すごい、すごいぞ、このボディーパーツ。クソ強そう。何その足とか、ね、何それちょっと装備して、そんなのありえない。まあいいやろうか。かっこよ。なるほど、一発ちょっと様子を見ながらだな。これは入れる。はい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 。攻めすぎないでいいよ。攻めすぎないでいい。攻めすぎないでいいんだけど、結構敵攻めてこねえな。タンタンタン。オッケー。はい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 。で、まだ攻められる。オッケー。場外は、場外判定なしだよね。場外判定なしでいいのかな。もうためが長かったり結構。さすがに第2弾。うわ、何それ、羽羽や。オッケーオッケー。いあんなもんか。おいおいおい。オッケー。で、露出した弱点を打ちまくる。押したじゃん、悪天を打ちまくる。で、近寄って。オッケー。はいはい。で、おまけ。よーく見てこ、よーく見てこ。いや、これ絶対第2形態あるわ。次の形態あるわ。よいしょ。大丈夫、まだいけるよ。おお、なになになに、消えた。おーらららら、そのお手って何？
その手で何？やけろ！おお、真っ二つになっちゃうよ、あんなの。おお、とんでもない、とんでもない。ちょっと武器落とさないで。ちゃんとさすが武器、自分の手元に戻ってきてくれるわけだな。うわー、なんか天使様になっちゃった。顔出しありっすか。だから殺してっつってたのか、信号で。ここは返せる。で、さらにおまけ。よし。はい、はい、はい。OK じゃないな。うん、もったいない。今のもったいない。OK、大丈夫。おう。でも大丈夫。それこは好きだぞ。はいはい、あ、いけるいける。ここももう一回おまけ。よしよし、大丈夫で、大丈夫ですよと。お、結構その後も隙がでけえな。あ、なになに、ああ、はいはい、あ、あれ待って、終わっちゃう。ああ、滝、お前喋れないの。あ、そうか、それに取り憑かれてたからか。あのスカルなんちゃらと同じタイプか、アルファネイティブは寄生タイプなんだな。あ、滝イブ、自我を取り戻したようだ。ずっとこの瞬間を待ってたわ。もう苦しまなくていい。笑ってくれよ。最後に頼んでもいい？マザースフィアに私の記憶を送り届けてくれる？もちろんですって、滝さん。汚染されたメモリースティックじゃどの道処分されるかしら。大丈夫、心配いらない。だったら星屑と一緒に見守ってる宇宙でね。滝何時の記憶よ。どっから取り出したんだろう。永遠にある。意外と勝てちゃった。マジか。え、何これ、なんかいっぱいなんかいっぱいウェポンコアとか、あー、戦闘サプライギアゴールド、あー、あとは素材、はいはいはい、ありがとうございます。いっぱいいっぱいありがとう。たくさんのありがとうをあなたに。
リリーも声かけらんねえよな。まさか空挺部隊の兵士がアルファネイティブになってしまうとはの。どういうことなのあれは。よもやエルダーの仕業か。彼女のメモリースティックを見せてくれ。どうぞ。握りつぶさないよな。これはエルダーネイティブの仕業ではないの。黒き翼を持ったネイティブの姿が。あいつだ、最初のやつだ。黒き翼、滝と私を襲ったネイティブだ。間違いない。どうしてやつが。理由は分からんが、そやつの強い憎しみを感じる。憎んでる。なぜ私たちを。ネイティブが人を襲うこと自体はよくあることだが、憎むだなんて初耳だ。そいつの居場所はわかる。残念だが、わしのパーソナルリンクの範囲外だ。残りのアルファネイティブの居場所もわからん。それならハイパーセルを集めてくる。それしかないわな。次はどこを探せばいいの。次のハイパーセルが眠る地は砂漠の東の果てにある遺跡アビスレボーは。そこにも多くの危険が潜んでおる。急ぎましょう。あ、はい。ということだな。移動かな、もうすぐ。そしたら、滑るように動き出したな今。スーって言ったよね。でこれ外に行くだけかな。あー、普通にムービー入るんだ。これからも苦しい戦いが続くぞ。言うまでもないよな。それは分かってる。でも何があろうと、奴を見つけ出して敵を取ってみせる。同じ過ちを繰り返すのか。どういう意味。いや本当だよね。なんでもない。出発の準備を進めるとしよう。多分言っちゃいけないこと今言ったんだろうな。先にセーフハウスに戻ってるぞ。知っておきで行きたいんだけど。あーらららら、いっぱいミッション生えとるじゃん。さ、いけない、先進めない。めちゃくちゃ生えてるんだもん。だってめちゃくちゃ生えてるんだもん。これダメだろう。とりあえず髪型変えてこようかな。よし、というわけで髪型大胆に変更してまいりました。ちょっとシルバーのね、こんな感じの髪型になってます。消えるな、消えるな。はい。ちょっと恥ずかしがって消えちゃうんだな、これがな。消えちゃうんですけども。あんな感じの、片目隠れてる、ちょっと宙に入った髪型になってます。んじゃあ、とりあえずね、クエスト拾っていきたいなと思います。いっぱいあるんでね。まあ、とりあえず目標の追跡を始めていきましょうか。お、いたいたいた、あの子からだな。チワス。何か頼み事あるんだろ。あんたが羨ましいよ。戦える力を持ってて。だからこそくじけることなく任務を続けられるんだろうけどな。私だって自分の力を疑ってる。でも使命を果たすためやるべきことをやる。ただそれだけのこと。それ以上でも以下でもない。そうだな。なんでこんな話を。俺は昔自分の命のために仲間を見捨てたんだ。はいはいはい。未だに悪夢を見る。ネイティブが電撃を放ってみんなが。アバドンじゃない、アバドン。なんか最初の方の剣持ってたやつやな。なんてなかったよ。あの瞬間、任務のことも仲間のこともどうでもよくなった。影に隠れて上官が時間稼ぎしてるうちに逃げ帰ったんだ。俺は敵討ちもできない腰抜けさ。なるほど。ネイティブ絡みのことなら私に任せて。襲われた現場はどこ。大砂漠の砂まみれの廃墟だよ。ひどい砂嵐が吹き荒れてる場所だ。わかった。なるほど。目には目を、歯には歯を、そういう意味だっけ。あ、ここやっぱイベントあるんだ。なんか怪しいと思ってたんだよずっと。なんかこんなさ、得意なとこないでしょ。クマがいっぱいいてさ。なんだい、クマを集めてきてくれって話かい。どうかしたの。
体このぬいぐるみは何？すごくたくさんあるけど、どれもボロボロ。うるせえ、さっさとうせやがれ。もう終わりだ、終わりなんだ、ジェイド、ごめんな。本当に、本当にすまない。まだ諦めんなよ。ジェイドって誰？お願いだから少し落ち着いて。まあ、こんな美女が目の前にいたら落ち着きもしねえよな。こそ誰だ？勝手に上がり込んで話しかけてんじゃねえよ。それは土星論だわ。土星論。空手部隊の兵士、あなたにはどうでもいいことだろうけど。天使か。まさか天使様におちょくられるとはな。全く身に余る光栄だよ。なんでこんな真似をしてるの？何かあったんでしょ？俺には妹がいたんだ。でもコロニーが落ちてきた時、妹は死んで俺だけ残った。全部マザースフィアのせいさ。それ以来妹のメモリースティックとずっと一緒だった。でもある時ザイオンの話を聞いてよ。ここに来るため大砂漠を渡る時、メモリースティックをクマのぬいぐるみに入れたんだ。壊れない。それなくしてきちったんか、もしかして。でもしくじった。ネイティブに襲われて落としたんだ。ぬいぐるみはそのまま砂嵐に飲み込まれて行方知れずさ。そう。回収屋から似たようなぬいぐるみをずっと買っちゃいるが、どれも。なるほど、それ全部そうなのか。全部外れか。周りを見てみろよ。こんなもんを何十体、何百体だぞ。なのにジェイドはどこにもいない。もう諦めた。これはきっと罰なんだ。ジェイド、本当にごめんな。ジェイド、全部俺のせいだ。ぬいぐるみの中になんか入れるんじゃなかった。大砂漠に砂嵐、熊のぬいぐるみ。言われて思い出したけど、似たようなものを前に見たことがある。大砂漠の地下にあるマトリックスイレブンでね。必要なら調べに戻るけど。なんかあったっけ？どうせ無駄だ。きっとこれは全然記憶ない。マトリックスイレブン行きますか。あれ、さっき言ったとこだよな。よその神様かは知らねえが、きっとこれは天罰に違いない。ぬいぐるみの中の記憶。オーケーオーケー。まあ、こういう感じで回収していきたいと思います。次行こう。到着。なんだい、何が言いたい？言ってごらん、お姉さんに。調子はどう、カヤ？あ、天使様、すみません、ぼーっとしてて。ちょっと考え事をしてました。頼み事。あの、天使様。何かあったの？遠慮せず話して。実はそのですね、せっかく寄っていただいた中申し訳ないんですけど、天使様にお願いしたいことがあるんです。聞かせて。姉のトランクを回収するのも十分危険でしたけど、今回お願いしたい内容は多分それよりもっと危険です。まさかお姉さんのことを探してほしいの？はい、姉と一緒に大砂漠の、やっぱ大砂漠に行かなきゃいけないんだな。恐ろしい怪物に急に襲われて、走って逃げてくうちにはぐれたんです。私はそのまま走ってザイオンまでまっすぐ帰ってきました。でもあの日以降、大砂漠への通行を満隊長が全面的に禁じちゃったんです。天使様、きっと姉は砂漠でまだ生きてます。多分道に迷ってるだけですよ。もういつの話なのそれ。どこかで助けを待ってるに決まってる。どうか姉を探してください、天使様、お願いです。まあ行くけど、行くけどね。わかった、大砂漠の北のエリア。なぜ北とわかった？はい、町に近いエリアってことかな。これでようやく姉とも再会できる。ありがとうございます。よし、まあ行くしかない。あ、でなんか商品植えてたな。道を見とこう。さてこいつか。何を言いた、お前邪険に扱ってくれてたやつだよな確か。店を勝手に漁りやがって。何度言ったらわかる、てめえに売るもんなんじゃねえんだよ。ちょっと待った、
はあ、やっぱりあんた天使だろ。俺としたことがうっかりしてたぜ。あ、そう。何かあったの？この町で一番貴重なもんは何だと思う？資源。そう、資源だよ。正確にはエネルギーだな。でもだからって町のエネルギーをくすねるのはダメだ。必要な分はちゃんと自分たちで調達するのが筋ってもんだろ。ええ、それで。大砂漠に昔のインフラ設備があんだよ。ハイパーチューブだっけ？ほうほう。まあ何にせよ普通のやつじゃ近づけねえような場所にあんだよ。少しの油断が命取りになるエリアだからな。でもな、あそこには必ずフュージョンセルだかハイパーセルみたいなエネルギー源が眠ってるはずだ。あんたならああいう場所にも行けるだろ。あそこからお宝ただとは言わないだろうな。お互い助け合えばザイオンの復興にもつながるだろ。これぞまさしくウィンウィンってやつだ。ウィンウィン。そっちが一方的に得する話に聞こえる。そう聞こえるよね。アダム、別に悪い話じゃないと思う。天使様、天使様、マジか。そうだと思う。きっとうまくいくさ。なんか含みがあるね、言い方に。よし、じゃあ次、じゃバシバシ受理していきますね。さて、この人か。ん？女性か？厳しい顔してんな。ああ、すごい高さね。ここから飛び降りたらきっと死ねる。なんだお前、どうしたんだ。一番いいのかしら。それとも自死を考えてるぞ。止めた方がいいの？ネイティブに食べられた方がまだマシ。もうわからないわ。待って、そんなに思い詰めないで。一体どうしたの？天使様、変な心配をさせてごめんなさい。別に本気で飛ぶ気はなかったんです。失礼しました。想像しちゃってたんだ、いろいろ。何かあったの？天使様は恋をしたことはあります？え、恋？私はたった一度だけ本気で恋に落ちたことがあります。あの人とならどんな嵐にでも立ち向かえる気がした。でもザイオンへ向かう中、砂漠を渡っていた時に突然ネイティブに襲われたんです。彼は私を守ろうとしてそのまま彼の遺体はオアシスの底へ沈んでいきました。私はバカみたいに一人で走って逃げて、冷たい水の中に彼を置き去りにしたんです。あんなことするべきじゃなかった。手バッて、バッてあげたな。後悔し続けています。あれから毎日ただ泣くばかりで、自分一人じゃザイオンから出る勇気もなくて。別にあなたは悪くない。前を向いて生きてかないと。私も最初はそう思っていたんです。でもあの人が私のそばにいないんじゃもう生きててもしょうがない。彼のメモリースティックは水に浸かってもうダメになってるかも。いいんです、別にもう壊れてても構いません。彼の形見が欲しいんです。じゃあオアシスを探してみる。いいんですか？嘘みたいです。ありがとうございます。そうしていただけるならこのご恩は一生忘れません。心から感謝します。見つけ出せる保証はないからあまり期待しないで。なる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 ほどね、というわけですね。で、あとは掲示板で、報告できるミッションがありますんで、それを報告したらちょいちょいと、解決していきましょうか。あれ、あなたもイベント入ってる？珍しいね。あらあら、まさか本当に来るなんて。以心伝心っていうやつかしら。考えてたんだ。何か用でもあった？これ見て、いいでしょう。ガードタレットっていうの。修理したくてね。危険な兵器を修理するのを手伝えってこと？本気で？あ、これ？この脇にあるやつ？それは敵の手に渡ったらよ。
でもうまく活用すればザイオンの助けになる。きっと衛兵たちも欲しがるでしょうね。それと天使ちゃんにもとっておきの見返りを用意しておいた。手伝うとは一言も言ってない。もうそんなにツンケンしないで、町の助けになるのよ。それに報酬として用意したこのボディコアを見れば気持ちも変わるはず。どこでそれを。慌てないで、これは成功報酬。まずは大砂漠の奥地に向かって。そこに危険な品が眠ってる。制御不能になったガードタレットよ。それを破壊して中のチップセットだけ回収して、それを元に修理するから。天使ちゃんなら楽勝でしょ。わかった。でもあくまでも町のためであって、見返りなんてどうでもいい。 OK、 ウィンウィンの取引ね。へえ、断れない申し出。でこっちですね、確認っていうことで。修理した方が良さそうに。もういつもそういう風に見えるね。それはそうと、町の状況は知っておいて損はなさそう。パスコ、あーこれね。でまず、これだな。ゴールドとディットコイン、結構いいやつだよこれ。ありがとうです、ありがとうです。砂漠病の薬を持ってきた。これで奥さんが良くなりますようにと。でこれアークムの根源、とりあえずこのスカル倒しきったので、まあでも復活するんだよねこいつらね。スカルを倒した。これで悪夢が終わるといいけど。で品物の行方、フランクは約束した日はすでに過ぎている。大砂漠へ向かった回収屋が依頼に遅れる理由は一つしかない。おそらくネイティブにやられたんだろう。回収屋にフランクに依頼していたものを代わりに取ってきてもらいたい。フランクに約束した報酬の2倍を渡そう。大砂漠でフランクの遺体を探してくれ。近くに彼の持ち物も落ちているはずだ。助けになるかはわからないが、フランクは爆弾が詰まった箱はたくさん置かれた高架付近のルートを使っていた。爆弾よりもネイティブの方が恐ろしいらしい。とにかくそのあたりを探してみてくれ。ほうほうほう、まあ、これ受けとかないとダメだな。品物の行方、ラーカー狩り。最近砂に潜んでいるラーカーが回収屋を攻撃する事案が増えている。それにもかかわらず衛兵隊長のマンは人員不足を言い訳に私たちの救護要請を無視している。回収屋は衛兵に代わって物資を集めるためにたとえ危険でも大砂漠を渡っているというのにだ。自分たちでどうにかするしかないので、ラーカーを買ってくれるものを募集する。5体倒してくれれば十分だ。しっかり見張っておくので証拠を持ち帰る必要はない。問題を解決してくれたら十分な保証を渡そう。4600円、そんなもん、うん、5匹でいいの。よし、もっと倒してもいいってことか。というわけで、日記の復讐。あーこういうやつね、こういうやつね。これダメなやつだな。スカルを倒すより見つけ出す方が大変だった。よし、というわけで全部受理したので、まあセーフハウスにいるアダムと話して先へ進んでいくというわけですね。まあ、とりあえずセーフハウスへ移動いたしやす。あ、普通になんかムービー入ってきたな。こっち来てください。うっす。何かいい知らせ。はい、そうです。マジで。多機の装備のカスタマイズ作業が終わりました。イブ、これからは彼女の武器とスキルを使えるようになります。本当にそんなことができるの。遺品を受け継ぐみたいな、なんかいいね。さすがね、リリー。きっとタキも喜んでくれるはず。ありがとう。どういう感情なんだどういう感情なんだこれ。タキモード、タキエネルギーは敵の戦闘中にチャージされ、敵を攻撃また倒すことより力。なるほど、滝モード、まあ要はバーサーカーみたいな感じか。滝モード再造中は時間経過や敵の攻撃を受けることによって滝モード、はい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 。ベータウェブバーストエネルギーはチャージされない。敵のバランスにダメージを与えることもできない。へえ、いろいろと制約が多そうだね。必要なものがあれば言ってください。何か直します？あ、ウェポンコア。オッケー、攻撃力上昇ありがたい。というあたりでしょうかね。で、服も全部使えるようにしてあるから、まあ、後で買いに行かなきゃいけないんだよな。まだ売れてないのは、売れてないじゃない、買ってないのがあるから。で、スキル設定で、まあ、いろいろやっていくんですが、これで解除か。で、ターキーということですね。結構広がるね。まあ、ポイントあんまりないからな。
さて、それじゃあ話しましょうか。アーダムと。エブ、リリー。あ、リリー、ちなみにあのカッパ脱ぎました。手に入れたレガシーを確認してみよう。そう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 、忘れてた。あ、そうだった。まだ見てなかったね。持ってくるよ。うん、早く見てみよう。気になる。今度は何が記録されてるのか知るのが少し怖い。第二次降下作戦より52日記録後、レガシーアカウントレイブン、生存者は私一人。真実はいつだって残酷なものだ。研究所の記録とともにレギオン兵の記憶を回収し分かったことがある。私たちはマザースフィアの指示に従い続けてきた。マザースフィアは我らを導く救世主であり神のはず。しかしながらマザースフィアは人類が作り出したただの人工知能に過ぎないことが分かった。どうやらラファエル・マークスという名の技術者が大昔に作り上げたもののようだ。マザースフィアは人類に繁栄をもたらしたが、やがて自らの分身といえるアンドロエイドスを生産し始め、それまでの考えを改めた。アンドロエイドス、人類の限界、そしてアンドロエイドスの可能性を知り、マザースフィアは人類を見限ることにしたのだ。はあ。我らの神は人類の神ではない。そんなものをなぜ我らはこうしてあがるか。うわ、否定的だね。もうわけがわからない。知れば知るほど。でもこのイブたちはアンドロイドスっていうやつなんでしょ、多分。何を信じればいい。マザースフィアが作られた存在だっていう。もうそっから。もう我々的には作られた存在だと思って鼻から見てるけど。私たちが生みの親だなんて。なら、なんで私たちを滅ぼそうとするの。こんなの全部デタラメに決まってる。どう考えてもおかしいよ。だが、どんなものにでも作り手はいるものだ。俺たちにも。なんてこと言うの。そんなの神への冒涜だよ。信じらんない。すまない、言い過ぎた。だが時に真実は残酷だ。少なくとも地球の生き残りにとってマザースフィアの加護などまやかしだよ。お前たちにもいつかわかるかもな。何それ。リリー、アダム、こんな断片的な情報だけで判断をするべきじゃないと思う。それはそうかも。ごめんなさい。もっと情報を集めないと。アダム、アビスレボアまで連れてって。じゃあ準備はいいか。いつでも出発できる。別のエリアに移動する。というわけで行くのはマトリックスイレブンですね。ここでクマのぬいぐるみちょっと回収していきたいなと思います。まさかまたここに戻ってくることになるとはね。何時の尊き記憶よ。とわにあれ、とわにあれ。でどっかにあったような。確かにクマさん、クマさん、テディベア、クマさん、クマさん、テディベア。どこに、これだ、これだ、これ、あ、これいたわ。なんか、どっかの撮影したオープニングでこの辺で喋ってた気がする。確認できない。確認させてくれない。よし。見つけた。こんなものを調べることになるなんて。さてと。中に何か入ってる。正解？よし、持って帰ろう。
さすがに正解だ。普通のクマのぬいぐるみだ。依頼主元に戻りますか。戻ります。お、目の前にいる。これだろ、お前が欲しかったの。ねえ、これがあなたの言ってたぬいぐるみ。もう終わりだ。なんでだよ。たとえ天使だろうがこんな世界気づいちまったろ。ジェイド、ぬいぐるみの中にこれが入ってた。ジェイドのメモリースティックだと思う。見て。ちゃんと見ろよ。ジェイド、ジェイド、すまなかった。ありがとう。いいから報酬よこせ。戻ってきてくれて。俺もう飽きちゃってるじゃん。お前の涙に飽きちまってる。うちのイブが。さあ、ジェイド、ようやくお前もこれでゆっくり休めるはずだ。消えた。え、嘘だろ、消えたんだけど。ジェットと話すどこにいんの。え、31m。 なんか場所離れてるな。あ、あそこか、外にいる。目の前から急に消えるなや。なんだそれ。いや本当だよ、目の前から急に瞬間移動しやがって。見つけ出してくれて本当にありがとな。大したもんじゃないが、せめてもの礼だ。どうか受け取ってくれ。え、ちょっと待って。おい、まさかクマのぬいぐるみ。いやー、渡してきやがった、フラフィーベア。天使か、会えて嬉しいよ。どうか加護があらんことを。いや、びっくりした。もうここのクマ消えた時は本当に、まあまあまあ報酬としてもらえそうな雰囲気があったけど、空想か。切るしかあるめ、いつか。というわけで移動しましょうか、新たなエリアにね。大砂漠だっけ。楽しみです。ああ、戻ったか。戻りました。いよいよ出発だね。じゃあ準備はいいか。ああ、行っちゃった。すぐ行っちゃった。久しぶりだな、このエアコンのついてない空飛ぶなんかで行くのも。大砂漠でしょ。カラッカラだな、いつも行くところ。荒野と砂漠しか行ってない。お肌乾燥しちゃうよ、もう。しかしいろいろと話は出てるけど、この世界の人間の定義はよくわからんね。お今絶対寝そうになってたよね。え、大丈夫？落ちないけれど大丈夫？ほぼ墜落みたいな降り方しなかった今。大丈夫かな？大丈夫だろう。エンジンが砂を吸ってダメになってる。ここからは歩くしかない。それでも構わないか。問題ない。ドローンでサポートして。ああ、任せろ。私もいるから安心です。ベテランの回収屋でも大砂漠では迷うものだ。だが俺たちにはマップがあるから、その心配はない。なるほどね。まあ自分がいる場所が分かれば、まあそれは強いですよね。ちゅうことで起動しましょうか。キャンプを起動。ん？ここのキャンプにも問題が。うわあ。またソーラーパネル的なあれやるのか。ああそうだね。どうも電力が供給されてないみたいだな。きっとソーラータワーがひどい砂嵐に巻き込まれてるせいだろう。
イブ、あたりに衛兵がいないか調べよう。協力してくれるかもしれない。わかった。再起動、これをまずやるしかないよね。まあ、これだ。これやるしかない。よーし、荒野で学んだことはそれですよ。中央砂漠。あ、結構まっすぐだね。で、これがザイオンに戻れるんだ。で、ソーラータワー、重要施設と、ミッション、また落ちてる。品物に行方、名前付いた宝物。はい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 。新しいミッション、これ拾ったやつもあるんだな。あ、これ、あなたを忘れない。これいけるな。あなたを忘れない。ちょっと突っ込んでくるか。ここで一体何があったの？ベアトリスが探してた人がこの近くにいるはず。そうだね。じゃあそれ探しに行こうじゃん。うわあ、あれウニョウニョいるやん。こいつ嫌いなんだよな。はい、よいしょ、おまけ。はい、これなんだよ。これいった。あ、ちょっと待って。一人じゃない。敵は一人じゃないぞ。ダメ、2人もいちゃダメ。こういうやつ2人もいちゃダメ。まったくとんでもねえやつだな。で、そう探さないと。88m90。 あ、じゃああっちの方か。ん、水中。あ、なんか水の中臭いね。早く泳いで。あれだ、あれだー、あれだー。こんにちは。遺体がそこに沈んでる。だがネイティブに襲われた形跡はないな。え、そうなの？ええ、でも逃げてるところを後ろから。これやってねえか。もしかして、一回戻るか。ベアトリクさん、ちょっと後ろから押していいか。お前やっただろ。天使様、ずっとお待ちしてました。あの人は見つかりましたか？ええ、運よく見つかった。だけど、ああ、よかった。彼を返してください。ええ、受け取って。あなた、やっと私の元に帰ってきたのね。あ、もうこんなにボロボロになっちゃって本当にかわいそう。でも安心して、どんな姿になっても私の愛は変わらないわ、永遠にね。ねえ、ベアトリス、彼を襲ったのは本当にネイティブだったの？天使様、失礼しました。いやすごいな、こいつすごいな。なぜそのようなことを聞くんです？まさか今しれっとおっぱい触ったろ。あの傷跡はどうしてもネイティブの仕業には見えなくて。あの場にいなかったくせに勝手なこと言わないでください。あの人は確かにネイティブに殺された。この目ではっきり見たんです。嘘じゃない。報酬はお渡ししますから、どうか変なことを口走らないよう気をつけてください、ね、あれ、口止めされてる。さあ行きましょう。誰にも邪魔されない二人っきりの世界に。飛び降りた今。奇妙な釣り餌。
というわけで、なんかねもやっとする中終わりにしたいと思います。あ、パッと消えちた。というわけで次回ですね、またこの続きから、まあ大砂漠のね、ミッションをクリアしていくっていうのが次回はメインになると思います。アビスレポアにはまあ次回かその次ぐらいだね、乗り込んでいくっていう形にしたいと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。というわけでここまでの語り、私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバー。え、同胞へ。自由解放連盟がオルカルの真実を明らかにすると我々は弾圧にあった。同胞アーロンが行方不明となったが、我々は味方の生存を優先せざるを得ない。戦いに備える余裕がないのだ。だがあのペテン師であり暴君のオルカルは必ず倒す。決して屈してはならない。さあ大砂漠の砂嵐へと向かおう。大砂漠の西の果てにある麗しき女神像に集合するのだ。あそこなら奴も手出しはできない。その間に戦力を集めよう。我々は真実を目にした。真実を見た者は決して引き下がれない。真実はいずれ明るみに出る。忘れるな。団結した人民は決して破れない。ザイオンは生まれ変わり、アッセと陰謀は過去のものとなるのだ。アダム、これって。やれやれ。またこいつらか。オルカルはネイティブの力を利用して市民を支配してるだとか、そういうイチャモンをつけてる連中だ。でもオルカルは。預言者でしょ。みんなを救ったんじゃないの？ああ、そうだ。だが多くの人間はオルカルどころか、マザースフィアにさえ懐疑的だ。真実を求めて遠くばかりを見つめ、目の前の事実をちゃんと見てないんだよ。うん、調べてみる。ああ、それがいい。というわけだ。じゃあ終わりにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。